今日は基本の菓子パン生地の、作り方と、まあ、私のオリジナルのパンをご紹介します。ではレッツクッキング生地発酵します。こういうあのフードプレッサーで後で細かくするので、あんまりこう細かく切る必要はないけど、まあ、お肉の粗みじん切りぐらい。こんな感じでこれをフライパンで炒めます。胡椒少々。こんな感じで。外で発酵します。今日もいい天気。砂場だったところをちょっと家庭菜園しようと思って土に変えました。これはキュウリ育ってます。これがバジル結構生えてきた。
これがトマト。直射日光当たりすぎだから中に入れます。すごい空が綺麗で澄み切ってる。今車とかが本当排気ガスが少なくなったからすっごい空気がいいの。そしてここに、はい、バナナちゃんができてます。うん、暑い、すごい暑いです。今日もすぐ発酵が終わりそうです。さっき炒めた、具をフードプロセッサーに入れて、で今ピザ用チーズを大さじ3ぐらい入れました。でそこにこれガーリッククリームチーズ、なかったら普通のクリームチーズでいいんだけど、これを大さじ山盛り1杯ぐらい入れて、サワークリームはこれ使ってます。サワークリームは同じ量ぐらい入れます。はい、こんな感じでチーズはお好みでいいんだけど、こんな感じで入れてフル。はい、こんな感じでディップができます。これはね、ほんとパンにつけて食べてもいいし、クラッカーにつけて食べてもおいしいし、ほんと何でもすごいおいしいからおすすめ。最後に塩コショウで味を整えます。これで味見して、良ければ完成です。結構固めのソースです。一次発酵が終わって倍ぐらいの大きさになりました。たらかすぬきします。今日は2種類のパンを作るので2等分します。
これでベンチタイム15分ぐらい置いておきます。5分ぐらいベンチタイムを取りました。したら結構6等分します。丸く伸ばします。このぐらいに伸ばしたら、これは冷凍たこ焼きです。常温で解凍しときます。これを丸い方を下に置いて包みます。こんな感じで閉じ目はつまんできちんと閉じます。で、丸く整えたら OK です。次はまたこの残りの半分を6等分します。次はまた丸く伸ばします。伸ばしたら
何でもいいけど、ブラシとかでもいいんですけど、これで塗ってます。したらこの生地をして、で、こう、最後は、つけて、こっち側。したら、この周りに、こんな感じで。これで、乳児発酵をします。
小焼きパンも出来上がってました。あと上にソースとかマヨネーズとか鰹節をトッピングします。たこ焼きパンの仕上げをします。で、青のりをくるみます。あとはお好みで飾りぐらいで紅生姜をかけます。Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know.
次は。つまんで、そう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 、くっつけて、そしたら、そこを内側にして、ん、うん、そう、そうそうそう、で、そのここ、そことそこもくっつける、そうそうそう、つまんで、キュキュってつまんで、そうそうそう、で、カッティングする。そうそう、そこじゃないよ、このぐらい、こっちこっち、横横横、半分ぐらいのところから、うん、で、うわー、危ない椅子が、はいはい、椅子が、配信にして。ニラニラ。うわあ、美味しそう。はい。なんじゃない。やりすぎじゃない。できた。だってママもやりすぎだよ。いいじゃん。甘いよ甘いよ、あんまかけたら甘いよ。
はい、いただきます。おいしい、よくできたね。明日何作ろうか。ベーコンエピ作ろうか、うん、ね、毎日作ってエミーゴを太らせよう、うん、大成功。あっちで食べます。はい、チャンネル登録よろしく。